皆さん、お元気ですか？私は悩みがあります。それは、私は誰かに近づくと、みんな私から逃げます。どうしてでしょうか？今もわかりません。皆さん、はじめまして。私は新型コロナウイルスです。COVID-19 と呼んでください。私は3年前に生まれました。どこから来ましたか？今もわかりません。だから、私は〇〇から来ました。私はデルタとオミクロンという兄弟がいます。どうぞよろしくお願いします。皆さん、最初に私のことをみんな風邪、熱、咳だと思いました。でも、その後、私に特別な名前を付けました。それは COVID-19 です。私はあっという間有名になりました。皆さん、私が来てから皆さんの生活が変わりました。新しい生活のやり方、ニューノームがありました。まず、活動制限令がいろいろな国でありました。皆さんは家を出ることができませんでした。家族を訪ねることができませんでした。子供たちも外で遊ぶことができませんでした。厳しいルールがありました。次は、マスク着用が義務になりました。家を出るとき、必ずマスクをしなければなりません。そして、どこに行っても、体温を測ったり、サニタイザーで手をきれいにしたりしました。また、人との距離も1メートルくらい守らなければなりません。そして、皆さんの国では、特別なアプリでスキャンもしましたね。最後はオンライン授業のことですね。生徒たちは学校に行けなく、家でオンライン授業を受けました。最初はとても大変でした。スマホやタブレットなどを持っていない生徒たちがオンライン授業に出ることができませんでした。また、インターネットのつながりが悪いから、生徒たちはオンライン授業を受けることができませんでした。本当に大変でしたね。申し訳ありません。皆さん、私が来てから皆さんの生活は大変でしたが、いいこともありました。例えば、皆さんは健康のことを大切にするようになりました。手を洗ったり、サニタイザーで手をきれいにしたり、うがいをしたりしました。それは、皆さんの習慣になりました。とてもいいことでしょう。皆さん、そして皆さんは家族と時間が増えました。過ごす時間が増えました。家族と話したり、一緒にゲームをしたり、料理をしたりすることができました。いろいろな活動を考えました。そのおかげで家族と仲良くなりました。それはとてもいいことでしょう。皆さん、活動制限令によって公園や街で人々があまりいませんでした。また、道では車やトランクがあまり走りませんでした。そのおかげで空気がきれいになりました。自然もきれいになりました。とてもいいことでしょう。皆さん、最近私は弱くなりました。それはワクチンのせいです。皆さんは私たちに対していろいろな方法を考えました。ワクチンの開発も進んでいます。それは皆さんにとってとてもいいことでしょう。皆さん、このニューノームに慣れてきましたか？これからも私たちと一緒に生活をすることが考えられます。だから皆さん、私たちに気を告げながら、楽しい生活をしてください。皆さん、改めて聞きます。お元気ですか？はい、ありがとうございました。Thank you very much. お元気ですよ。Let's hear a comment from 大沢先生。では、質問を2つします。COVID-19 さん、今弱くなって元気がありませんね。大丈夫ですか？
大丈夫。ちょっと大変でした。いろいろなバクシンがありました。でも大丈夫です。はい、じゃあ、2つ目の質問です。はい。はい。COVID-19 さんが来てから、いいこともありましたね。どんないいことがありましたか？例えば、皆さんは健康のことを大切にするようになりました。そして家族も仲良くなりました。いろんないいことがありました。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ジェソンさん、ありがとうございました。All right. Thank you very much, Osada 先生. Now let's hear the comment from Ito 様。よろしくお願いします。はい。ジェイソンさん、as known as COVID-19 とても独創的なスピーチありがとうございました。我々テーマとしてはニューということで書いていたので、これはこう皆さんの捉え方によってだいぶ中身が変わってくると思うんですけれども、このような形で、まあ、一人称で世界中の有名人である COVID-19 であるということに、まあ、着眼されて、スピーチを練っていただいたというところは、ものすごく面白い発想だなと思いました。で、おっしゃっていただいたように、コロナで我々はだいぶ制約を受けましたけれども、まあ、家族と仲良くなったり、あるいは空気がきれいになったりと言っていただきましたけれども、確かに本当にそうだなというところがあったかと思います。まあ、とはいえども、今はもう次はエンデミックステージと言われているので、ぜひこのですね、コロナ、ウィスコロナとよく言われますけれども、まあ、ウィスコロナで引き続きですね、楽しい学校生活を送っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。